時刻は夜7時を回りました。皆さんこんばんは。こんばんは。日田健こと司法書士の日高健一です。JD マッキーです。今夜も皆様が聞いて得するさまざまな知識をお届けします。30分間どうぞお付き合いください。はい、はい。今日はですね、7時半からやってる JD マッキーのお友達が、はい、来ています。はい、今日はですね女子大生3人を囲んでいろいろ司法書士のお仕事だとかですねいろいろ話していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあはじめにですね、マッキーのお友達紹介。そうですね、じゃあマッキーの方から自己紹介。じゃあそれぞれまずね第一声第一だと思うのでそれぞれ自己紹介お願いしようかな。はい、お願いします。はい、お企画のコハポヨと申します。コハポヨよろしく。よろしくお願いします。コハポヨ。コハポヨです。なんでコハポヨの名前がコハルで、ぽよは、ぽよは2人お揃いなんだよね。2人でぽよだからなんでぽよ。あと1人ぽよがいます。はい、はい、あと1人のぽよのお帰国の鈴ぽよです。鈴ぽよ。鈴ぽよ。鈴ぽよはなんで鈴ぽよなの。鈴鹿だからです。2人合わせてぽよぽよだね。ぽよぽよ。よろしくお願いします。なるほどですね。2人ともマッキーの同級生で、はい、バイト先が一緒。はい、そうなんですよ。京塚シティ。はい、はい、京塚シティの、はい、お洋服売ってます。ぽよ服。お洋服。ぽよ服。ぽよ服じゃない。お洋服。お洋服売ってんだ。あ、はい。あのよ、まあ三栄のさ洋服売り場で洋服売ってるお姉さんって綺麗な人が多いよね。多いですね。だからやっぱり皆さん綺麗なんです。そうなんですよ。やっぱ美女を連れてきたらリスナーさんもやっぱりね、みがいがあるというか。そうだね、うん、癒しがあるかなと思って今日は2人連れてきました。はい、了解しました。じゃあ今日いろいろ話していきたいと思うので、はい、あの緊張せずにね、うん、僕の質問に対して、自分の意見をですねせっかくなんで、まあ回答していたもらったらいいです。はい、はい、この番組では私日田健に聞いてみたい法律問題トラブルその他応援メッセージなどを随時募集しております。メールアドレスは 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。また FM ギノワンのホームページではユーストリームやツイキャスで映像と音声も配信していますのでそちらも合わせてお楽しみください。さあ行きましょう。日田司法書士法人プレゼンツ教えて日田健先生スタートです。はい、今日はですね、教えて日田健先生、スペシャルゲストがですね来てます。はい、でですね、まあ僕の番組は法律番組なんですけども、はい、まあいろいろ法律的な皆様から寄せられた質問にお答えしたりだとか、うん、世の中に話題となっている法律問題だとか、うん、いろいろなことをですねお伝えしていければいいかなと思います。さてですね、早速ですね、今日の新聞すごく大きく載ってましたけど、県民大会が昨日開催されました。はい、すごいニュースでも取り上げられてて、うん、すごかった。うん、チャンネル変えるたんびに同じような感じで取り上げられてましたね。これ昨日何人ぐらい来たと思う？結構ツイッターとかでも出回ってたのでなんとなくは分かるんですけど、うん、6万人とかって数ですよね。ピンポン近いね。6万5千人が来たっていう報道だったね。はい、6万5千人って結構いっぱいだよね。宜野湾市民何人かな。宜野湾市民、名護市が5万人ぐらいだから。あ、日置さんが教えてくれてます。10万人ぐらいです。宜野湾市が10万人。じゃあ宜野湾市民までは全部はじゃないけど、まあそれぐらいで。じゃあ、これ どういう大会だと思う？コハポヨ分かる？何しに行ったと思う？みんなさん、コハポヨ、コハポヨ、みんな暑い中さ行って。うん、大きな理由としては、うん、基地に対して。そうだね、基地に対して反対だよね。うん、そう、皆さんも怒り悲しみが限界だっていうことで言ってるのにね。うん、これやっぱりあの今沖縄県ってすごい基地の問題ですごく大きく揺れてるから、みんなの県民の意見がこういう意見なんだよっていうことをみんなで大きな声を、一個人の人が言っても声が小さいけども、人が集まってみんな結集して、
あの自分たちの意見を反映するんだけど、うん、ちなみにあの誰に対して言ってると思う？反対だって、基地反対を、うん、私はやっぱり日本政府とアメリカ政府両方に向けて言ってるんじゃないのかなと思います。かっこいいですね。はい、しかもこの黄色いプラカードは会場でみんなに配られてたみたいで、あ、はい、結構そうだね、はい、象徴的なものになってるのかなと思いました、うんうん、そうだね。日本政府の一番トップの人って誰だと思う？鈴ぽよ。日本政府の一番偉い人、はい、うん、総理、うん、総理は誰だと思う？え名前が出てこない。頑張れ安倍総理、そうそう、安倍総理、うん、安倍総理率いる日本国政府に対して、うん、沖縄県民は怒ってるぞと、うん、もうやめてくれっていうことで、うん、あの日本のシステムって中央の日本政府と地方の地方自治っていうのが両方あって、うん、で日本国の中の沖縄県なんだけども、日本国と沖縄県っていう対立もできるよっていう体制を取っているの。分かる意味？ちょっと難しいね、うん、からあの日本国だから全部日本国政府の言うことに従えっていうことじゃなくて、地方は地方できちんと沖縄県として独立して意見が言えるっていうことを保障されているの、うん、これは日本国憲法っていうあの法律、日本国憲法っていうのがあって、日本国憲法っていうのは法律の中で一番偉い法律なのね、うん、一番強い法律。その日本国憲法では、地方はちゃんと保障されてますよと、国の言いなりじゃないですよって、国に対してちゃんと意見言えますよというシステム体制をルール決めしてるの。分かった？うん、はい、鈴ぽよ分かった？はい。日本沖縄県は日本国のトップの安倍総理に対して、沖縄県はこうだぞって大きな声で言えるっていうことを保証してるの、うん、だからみんな大野山に集まって、うん、沖縄県民は怒ってるぞと、日本政府は沖縄県のことをちゃんと考えてねって言えることを保証されてる、うんうん、ちょっと分かった、はい、超賢くなったんじゃないそうそうそう、そういう感じ、うん、でね、次またこれの関連して、今度はね、あのみんなで集まって意見を言うのもこれは認められてるわけ、こう集まってとかで、今度はこう選挙っていうのがある。選挙って分かる？はい、最近選挙あったのが2つあって、これからあるのがあるんだけど、はい、最近あった選挙、最近あったのは県議会選挙ですよね。そうそうそう、勉強してるね。県議会選挙があったのよ県議会選挙、はい、でこの前 AKB 選挙もあったんだけど、はい、それは関係ないけどねAKB 選挙に関心ある人？いやー、興味ない。そうですね、最初の頃あっちゃんがまだセンターやってた時ぐらいは結構興味あったんですけど、最近はあまり見ないかもしれないです。見ない、もう興味なくなった。飽きたというか、ま、大したことない、周りもそんなに注目してない子たちが多くなった。でも同じぐらいじゃない、年齢とかあんまり。いやでももっとなんだろう、年下の子たちが目標にするキャラクターっていうか、年下の子、自分より年下、高校生ぐらいが、高校生とか、でもあれ投票してる人おじさんが多いんじゃない？そう、それに驚きましたアイドルだからかなって感じ、うん、うん、あれに投票しようとまでは思わない？全然思わない、うん、テレビも中継、仕方分からない、うん、まず分からない、うん、あ、仕方が分からない、うん、やってるなみたいな。 CD 買って、うん、それについてるので投票、うん、ネットネットとか結構そういうの聞いたことあるかも。聞いたことある。結構ね、ファンの方が何十枚も CD 買って投票誰々にいっぱいしたとか、うん、まあ、聞くけど実際やったことはないね。ないですね、うん、へえ。でも選挙っていうさ、選挙ってみんなで選ぶっていうのがポイントなんだよ。自分、うん、勝手に選ばれたら困るじゃん、うん、だってAKB の人でもさ、誰が
あれなんていうの一番の人サッシー、うん、いや一番に一番になる人をそのトップの人をみんなで選ぶから価値があるんじゃん。なるほど。すごい強い人だから選んでるのが良くないっていうのかな、うん、あの権力ある人だとか、うん、お金持ちだとかが、うん、とかが選んだら面白くないでしょ、うん、みんなが決めたんだからみんながあの人があの3位だ2位だ1位だって得票一番た、うん、取った人が1位になるわけでしょ、うん、でみんなにみんなが選ぶっていうところに選挙の意味がある、うん、AKBO でしょ、うん、で何ていうのかな国のあ県の在り方とかを決めるのは政治家がやるんだけど政治家もみんなで選んでるから文句言えないのよ。言ってる意味わかる？あの例えば県議会議員だとかもっと言ったら沖縄県知事ね。沖縄県知事わかる？はいはい。尾長さん、そうそう尾長武さん、うん、はい、沖縄県知事はあのなんていうのみんなが選んだ県知事なのよ。だからみんな尾長さんに従わないといけないというかあのなんか誰かが特別な人が選んだとかさ、うん、じゃんけんで勝ったからなったとかじゃないじゃん、うん、ちゃんとみんなが選挙で投票したからトップになってるわけ、うん、だからサッシーと一緒なんだよ、うん、それが選挙だみんなで意見を反映するっていうのがとっても大事で投票所に行く選挙箱に選挙したことある？あります。選挙権あるでしょ？あります、ね、選挙権あるから、はい、投票箱に入れたことある？3回ぐらいあるね。ないまだ1回もないです。ないの？スズポンもう18歳でもやるようになるんだから18歳でももう選挙できるようになるでしょ、うん、もう大人なんだよ選挙やるっていうことは、うん、そうですね。そうそう。だからこの投票箱で決めることに意味があるっていうのかな、うん、だから選挙って大事なのね、うん、だから今日はまずは、県民大会で、日本国あ沖縄県がの意見をこんなにいっぱいの人が暑い中大野山に集まってもう基地は反対だぞっていうことを日本国政府とその背後にある背後っていうかのアメリカに対して沖縄県は嫌なんだっていうことを伝えたっていうのが昨日そういう大会が行われたっていうこと、うん、でこれは一つの政治活動で、意見を自分たちの意見を言うんだけども今度は自分たちの代表者自分たちの上で活躍していく人を選ぶことが、今度参議院選挙としてあるのね、うん、来月だからこの時にもみんな選挙権あるんだから、こういう自分たちの代表まあ、自分たちのサッシーになってくれる人を自分たちで選んと投票箱に行って、うん、スズポン行ったことないんだからまだないです、ね、ちょっと勉強してそうですねそうそうそうもう大人だし行くべきデビューすべきそうそうそう投票箱に、うん、自分の名前書いたらダメだよありがちそうやりそうなのスズポンそんなキャラなのいやいやいやでも抜けてる抜けてるいやーマッキーには負けるか本当にマッキーに負けるの？いや、そうかな。じゃあ俺が決めるから抜け具合、抜け具合。あ、抜け具合チェック。うん。え？何何？怖い怖い。ね、いきなりバレる抜け具合チェック。これ一番抜け、あ、このポイは一番抜け抜けてない自信があります。抜けてない自信があるの？いや私だ。抜けてない自信あります。すごく。あ、そうなんだ。はい。はい、ちょっと休憩しようかな。はい、ちょっと休憩で歌いきたいと思いますけども、うん、なんかおすすめ。好きなの。じゃあスズポンが決めよう。スズポン？スズポンがいつも車の中で聴いてるやつ。なんだろう。クリームの曲とか聴いてます。クリーム？はい、クリームのなんていうの聴いてるの？なんで笑ってるの？いや、わかんない。何だったかな？クリーム。ミルクなん、ミルク&なんとかだったかな？ありますか？ひろき探せるこんなの。クリームって。レベル高いからやめよう。クリームって知らないけど。マイナー。さ、マイナーですね。沖縄の人？うん、沖縄、うん。沖縄の。なんかポップアップな感じだよね。うん、普段みんな車の中で、うん、音楽聴くの？ラジオ聴くの？音楽どっちも？ラジオ聴く。ラジオどこの聴いてんの？
うん、FM 適当チャンネル合わせてだから分かんないです、ね、あ、じゃあなんかあれに出てくるんだよ、携帯に。ちょっともっと有名なのは、もっと有名なの、うん、あの彼氏が聞いてるようなの、彼氏が好きなのは、うん、何聞いてるんだろう。彼氏のこと興味ないから。やばい、やばい。彼氏のこと興味ないけど彼氏なんだ。何があるかな。コアポン、はい、コアポン、コアポンの歌。コアポン、自分洋楽めっちゃ聞いてます。洋楽、洋楽でテイラー・スウィフトとか、もう王道。そんなのある？あったと思う。レベル高いんじゃない？え、レベル高いかな。ひろきある？さっきの曲名はあったよ。曲名、なんか好きな歌ある？なんだろう、なんでもリクエストして。ラブストーリー、ラブストーリー。これ彼氏聞いてる？彼氏は聞かないんですよ、音楽の趣味が合わなくて。趣味が、彼氏に興味がない人と彼氏と趣味が合わない人が興味がないっていうか趣味が合わないですね。趣味が合わない、一緒一緒。趣味が、音楽の趣味が合わない。趣味が合わないのにお付き合いできるの？できる、できます。あ、そう。逆に合わないからできるかな。合わないから面白いの？うん。あ、そうなんだ。それもあるかな。趣味が合わないから不思議っていう感じの、あ、興味が逆、新しいの知れるみたいなのもあるかな。あ、だから好きなの。うん、うん、コメント、コメント来てます。3923、手前の人横顔に過ぎて橋本知事かと思ったわ。そうだね、あのよく言われる。そうなんですか、うん、よく言われますよ。横顔、横顔、横顔しか映ってなくて今。あ、ツイキャス、うん、ありがとうございます。そうそう、時々言われますよ。へ、橋本知事知ってる？橋本市長知ってます。大阪維新、うん、あ、うん、知ってる、はい、そうそう、顔が似てるっていうの、顔がね、似てます。横、横見てみて、横。いいよ。あ、はい、なんだっけ、歌ラブストーリー、ラブストーリー、はい、じゃあ行きましょう。左、あ、左、左、うん、同級生、大学ね。そう、そっか、いつも一緒にいる、あの子と。だから、ツッコミたい。だから、めっちゃいいわけ。何分ぐらいながら、あっちがツッコミ、いや、ボケるから、あっちがツッコんでくれる。そうそうそう、残り3分20秒くらいです。あ、3分20秒ある。20分くらい、あ、そうですか。写真撮ったの？写真もらえる？写真、あ、メッセージかでも、なんかで。メッセージで。はい、お願いします。面白そうじゃない？この歌。いい歌です。ロミオとジュリエットのみたいな恋愛の話。ロミオとジュリエット。なんかお互い好き同士で、うん、似てるかも、例えば画面で見たらね、うん、橋本知事、橋本知事、ないかもしれない。
水族。あ、よかった。ライズアップだ、ライズアップ、コマーシャル。わかった、このライズアップの。すげえ。はい、時刻は19時18分を回ったところです。皆様から寄せられた相談に日田健先生がお答えします。ちょっとその前にですね、来てますね、美女3人豪華なゲストってよ。ハッチアットマークホーミーさん、嬉しい。ハッチアットマークホーミーさん、嬉しい、嬉しい。まあねって感じ。私たち美人だしみたいな。嬉しい。思ったことないです。ない、うん、嘘だろ。怖い怖い。はい、美女さんにですね、最後に日田健先生の仕事をね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、はい、日田健先生のお仕事知ってる人。はいはい、はい、じゃあマッキー。司法書士です。はい、司法書士ってどんなお仕事ですか。登記をするお仕事です。すごいですね、マッキー。もう結構何回もさせていただいてるので。はい、コアポン、登記ってわかりますか。わからないです。司法書士っていうのは不動産の売ったり買ったりするのに立ち会う仕事なので、不動産ってお金が高いでしょ、うん、何千万円ってするんだよ、うん、車だったら100万円200万円だけど、うん、不動産っていうのは2000万3000万4000万1億とかあるわけ、うん、その時に1億円払っても本当に大丈夫ねって、自分の不動産はちゃんと自分のものになりますかっていう手続きにを何のトラブルなくこなすのが司法書士がいるからなのよ、うん、分かった、はい、自分が例えば1億円払ったのに実は自分のものになりませんでしたとかってなったら嫌じゃない、うん、1億円だよ、うん、だからそういうのがないようにちゃんとチェックするのが司法書士の仕事、うん、でこの自分の、名前を入れないといけないんだよ、この権利者としてね、うん、自分はこの、まあ、英語で言うとオーナー、うん、このマンション不動産土地建物のオーナーですって、このマンションっていっぱい建ってるでしょ、この辺でマンションのこの部屋はコハポンがオーナーですっていう時に、うん、オーナーとしてコハポンって入れるのが仕事なの。なるほど、分かった、分かりやすいです。コハポンって名前って入れる、はい、ほら車でもさ、車検証にさ自分の名前書いてるでしょ。車買ったことある人。はい、ある。あります。車買ったことあるでしょ。うん、その名前を入ってるように不動産にも名前を、入れるようになっているわけ。その手続きをきちんと正確にやるのが司法書士の仕事でした。なるほど。とりあえず司法書士のお仕事紹介第1弾。はい、そろそろお時間です。実際に日田健に相談してみたいという方はぜひ一度事務所の方までお問い合わせください。場所は宜野湾市王者名のモスバーガー裏レキオススクエア宇治泊の2階になります。1階は au さんなのですぐ分かると思います。電話番号は 098-917-4905 です。相談は無料となっております。はい、Don't worry, be happy. 安心というキーワードに向けて日高司法書士王人プレゼンツ教えて日田健先生。お相手は日田健こと日高健一と JD マッキーとコハポヨとスズポヨでした。 See you next week. Bye bye. お疲れ様でした。名前が出てます。お疲れ様です。止め、コハポまあまあ面白かったでしょ。ありがとうございます。ありがとうございました。